時刻は午後二時を回りました。未来効果ステーション始まります。はい、時刻午後二時回りました。え皆さんこんにちは。今回 M.C. やらせていただきます。シオンです。一時間よろしくお願いします。 いやー、間違えちゃった。<laughs> ま、いっか。えー、そんでは、早速、メールアドレス読んでいきたいと思います。メールアドレスは、七六一アットマーク、fmcoza.jp。七六一アットマーク、fmkoza.jp です。たくさんのメールをお待ちしております。では、早速、サクサクって言っちゃった。ま、あいいや、今週の一週間やってきますか。 今週は未来効果何があったかなてか今日は何日だっけまあいいや。あ、思い出した。えー、確かテスト前。<laughs> 確かテスト前。うん。ああ、嫌だ。あーそうだ。先週の12、13、間違えました。13日にですね。 未来効果は演劇部やってきました。<laughs> はい。いや、演劇ではボロボロでしたね。で、月曜日に、えー、っとですね、確か月曜日には何があったかな芸術鑑賞会で劇かなを見てきました。演劇部ではまあ、 どうなんだろうあれは勉強になったって言っていいのかなまあ、ちょっとは勉強になりました。すごい。あの、短編の。短編もやんないんですけどね。た短編の、なんか、勉強になりました。で、あとは、何があったかな <laughs> あ最近記憶がすっごい薄れる。何があったっけ <laughs> まあ、覚えてませんけど。でもまあ、来週の、 金曜日からだったかなえー、テストがあります。テスト前です。まあ、テストを頑張んなきゃな。で、えー、私を、えー、演劇部の部長になりました。イエーイ。まあ、部長って言っても何やればいいか、未だに全く手探りですけどね。まあ、周りの、あの、新部長に、 聞いていこうかなと思っております。さて、で、えー、今日は、今日やっていくことはですね、えー、今回から、妖怪を紹介していこうかなと思います。まあ、妖怪って言ったら日本の代表的なやつですね。うん。それをちょっと、ちょくちょく紹介していこうかなと思っております。まあ、それから、 えー、後半戦で、アニメの話ですよね。アニメの話でですね、えー、今回あ、メガクシティアクターズを紹介していこうかなと思っております。はい。演劇の大会、自分がちょっとやらかしました。いやすごい大々的、もうすごい大きい声でね、間違えたって言っちゃって、 何やってんだ自分はっていう <laughs>。ちょっとね。ただ、まあ、今回言われたことをどうにかして、まあ、また来たる夏再会は頑張っていこうかなと思います。まあ、新一年を入れながらね。まあ、なんでしょう。一年生ね、入りますかね。入ってほしいけど。一年生は、 来年は捕まえてねっていうのを <laughs> 言われましたね。つことで、まあ一年生捕まえてこなきゃいけないんですけど、まあ、なんだろう。他はね、一年生捕まえることしか今頭にないかな。<laughs> 勧誘っていうより、もう捕獲しておいでっていうのを言われてます。まあ、それくらい人数が足りないということですね。うん。 まあ今、なんだろう、演劇部、3人ほどしか部員がおらず、大変なんですけど、まあ楽しくやっていこうかなとは思ってます。来月くらいには、まあ、どうにか、ね、抜けてった部員からの、なんだろう、提案っていうか、あれで、演劇部、なんで何もやらないんだっていう、 まあ多分、ライブみたいなの、ライブではないけど、まあそんな感じのやつを、自分の中では、やろうかな、みたいな感じはあります。ただ、ですね、部員 <laughs> の、あの、賛否も聞いてないので、まあまた、来週、ね、あの、来週、再来週、まあテストが終わってから、それをやっていこうかな、とは思ってます。 そうじゃないとね <laughs>、うん。練習しようにもできないし、まあ、衣装も揃えようにも揃えきれないし、まあそうじゃないと、まあ先生にも言えませんしね。まあ、今の部員が3人とも OK 出したんだったら、まあどっかと連携組んで <laughs>、連携っていうか連名っていうかな <laughs>、組んで、まあやっていこうかなと思ってます。 じゃないと、じゃないと12月6日に何もせずに、あの、年を越してそのままね、あの、年を越えて、あたふたするっていうのは嫌なんで、まあ、年越えて、ちょっと、ちょっとでも、なんだろう、興味を持ってくれる人がいたらいいかなくらいの、あの、あれで、ちょっと、 とりあえず台本は考えておこうっていうので、今、ちょっとだけ台本考えてます。台本ね、書くの結構大変なんだなって思ってます。じゃあね、まあ、こんな感じですけど。まあ、早速、曲行きますか。曲ですね、アニメフリーのエンディングテーマより、フューチャーフィッシュです。フューチャーフィッシュです。どうぞ。 はい中盤戦始まりましたはいじゃあ、えー、まずメールアドレスからまあ読んでいきましょうさっきみたいねいメールアドレスは 761‐fmcoza.jp761‐fmcoza fmkoza.jp です。たくさんのメールお待ちしておりまーす。はい。じゃあね、今週から、まあ、妖怪を、まあ、ね、ちょっとずつ紹介していこうかなと思います。その前にですね、妖怪とは、まずどういうものかをやっていきましょうかね。妖怪。 妖怪ってさ、なんか、みんなが思うようなやつ、ってか前も一回やったと思いますけど。じゃあ妖怪は、日本で伝承される民間信仰において、人間の理解を超えるん、機械で、機械で異常な現象や、あるいは、それらを起こす、まか不思議な力を持つ非日常的、非科学的な存在のこと。 妖怪またはあだ違いました。あやかしまたはもののけ魔物とも呼ばれます、まあ。妖怪はですね、確か、確か、いやおよろずじゃなくて、えーえー、っと、すごい曖昧なあれになってきた、だんだん。あったあった。えー 妖怪は日本古来のアミニズムや八百万の神の思想に深く根ざしており、その思想が死んだ万象に神の存在を見出,見出す一方で、えー、否定的に把握された存在や現象は妖怪になり得るという表裏一体な関係がなされてきた。っていうのが説明です。まあ、ウィキペディア様からですけども。 ええー、まあそんな感じのやつらです。みんなの知ってるウォッチの方じゃない方の妖怪です。じゃぼちぼち紹介していきますかね。えー、どこ <laughs>、どこに行ったかなあったはい、じゃあ紹介していきたいと思います。 じゃあ、どうしようかな。適当に、今日は、何日だっけ十九。五十音ありますからね。五、十、十五。そうですね。その、行。作業、作業の一番最後。そうのやつですね。その中から、孫悟空も なんか妖怪みたいです。<laughs> 妖怪っていうので調べたら、そ,そうで調べたら、孫悟空ができました。<laughs> 願いが叶うあの竜の玉のおかげで、日本では知らない、知らない人の方が少ないのではないかと思われる孫悟空。しかし、スーパー野菜人なあっちなのではな,な,いのないので注意え。妖怪として図鑑で紹介されて していいのかわからないが、えー、妖怪画を描いてきたさまざまな絵師たちも孫悟空を描いているため紹介してみるアニ,メとはアニメとは無関係の孫悟空といえば三蔵法師に著白海佐護城といったメンツが思い浮かぶと思うもちろん発祥は中国の最遊機なのだがこの最遊機も何度,何度も詳細の異なるバリエーションが書きつかれてきたため 確実にこれが原本というのは分からないわからないようだこの頂ではきっとみんなの知らない部分もあると思われる最有機の大雑把な流れを書いてみるなるべく分かりやすくややこしい部分は端折って <laughs> あ感じか感じ。ええー、<laughs> あったえー、あるところにある 神聖な石から霊気を作ろ、見繕った石猿が生まれた。石猿は、えーま、甘い気にも性のあることを、儚さを嘆き、もっと人,人生エンジョイしたいっすということで修行の旅に出た。そこで猿は様々な術を取得し、法名として、孫悟空という名を、名前も得たのだが、 それでも満足せず、展開にまで殴り込んだ。さすがに調子に乗った孫悟空に、お釈迦様は怒り、殺そうとした。しかし、悟空は得た、ん違うや、取得したえー、術で、余裕で、生きながえ、生き、生きながられてしまう。じゃあもう猿は閉じ込めます。ということで、五行山の下敷きになる、えー、悟空。月日は流れ。 500年罪ある、罪あるものを更成させ,させるべく旅していた三蔵法師に、悟空は救われ、共に天竺を目指すことに。えー、っと、この際、同様に罪を消すために奉仕と旅していたのが著八戒佐五城、馬、えー、玉龍、見落としがちである。 そうして長い長い旅が始まりさまざまな敵と戦いながらも無事に天軸へと着く5人はついに天界での、えー、罪を許され過去三蔵を含む悟空の頭についていた輪っかも外れたそうなのだそうだん外れたのだそうなめでたしめでたしとまあこんな感じであるうろ覚えだった っていうか、自分は漢字が読めなかった。ごめんなさい。<laughs> まあ、展開で悪さをしたやつらしいです。そっちの方の孫悟空でした。で、えー、まあ、そのままあれ、悟空だけ紹介していくのもなんなんで、まあ、他のやつもやってみようかなと思います。いや、ゃ他行の一番最初、たで。 皆さんがしてそうな妖怪のその前に、えー、ツイキャスから何だっけコメント来てます。えー、光熊あえー、読み方が分かんなくなってきたのしです。こんにちは <laughs> じゃあ他行のえー、ラジオ。 ラジオじゃなあ妖怪からいきましょうか。<laughs> ただいだらぼっち。みなさん、だいだらぼっち知ってますかわあ図がちょっとあれだった。だいだらぼっちは全国、全国で伝承が伝わるでっかい妖怪、えー。全国に伝わるため、呼び方も様々で、大だぼう、大だらぼう、大だらぼうし、大たろうぼうなどと呼ばれる。 感じ柳田国を、によれば、えー、大だらぼっちは、大、ん大太郎奉仕であり、一寸坊主とは真逆のでかい大人の意味であると知っている。足跡がそのまま、えー、地名になっていたり、東京は、わーい <laughs>、うーん、もう、なんだろう <laughs>、感じ。 もう、漢字が多い <laughs>。読めない。あ、世田谷か <laughs>。世田谷のヨダなど、とにかくスケールのでかい有名な、えー、妖怪。もしかしたらこの日本もダイダラぼっちが遊んで作ったのかも、とすら言われるロマン妖怪。すごいですね。ダイダぼっち。うん。で、あとは、どれかな皆さん知ってるのタヌキ。 あったータヌキもなんか妖怪入りらしいねええー、タヌキ日本人なら誰もが知っている化けの目名,名手ゅタヌキであるうん <laughs>、うん、ね <laughs> もうひ もう本当にいつも1人だと何もできない、えー、鳥山石燕の妖怪画集にも数多くのタヌキが化けた,よ化けた妖怪は登場するが初出はこのたぬきである <laughs> すいませんねさっきからちなみにって読むんだこれちなみに、えー、タヌキは地方によって呼び名が異なることが多く 地味にややこしい、無地な、マミなどと呼ぶ地方も地域もあり、何がややこしいのかというと、地域,前地域に示し指し示す動物が異なる点である。よく、えー、タヌキと並んで出てくるのがアナグマであり、えー、地域によって無地なはタヌキであったり、無地なイコールアナグマだ,だったりする。 えー、栃木県の一部なのではタヌキイコールアナグマ無ジなイコールタヌキだ,だったりしてもうけがわからないとにかく石炎の書いたタヌキは今夜は何に化けてやろうかとでも言いたげに月きを背にして首をあける様がなんともかっこいい全てはここから始まったのかもタヌキさんのえ何、ー、だろう たぬきさんの妖怪を縮めた <laughs> すいませんね。<laughs> まとめただ。まとめた記事も書いたのでらしいですね。書いてあるので。たぬきが好きで好きでたまらない。たぬきよきつねよりたぬきだ。赤いきつねもいいけどやっぱり緑のたぬきだ。というあなたはぜひっていうので、下になんかリンクがってありますね。まあいいや。 そこはまた今度タヌ,タヌキのやつで読もう <laughs> で。でまあだんだん進めていきますけども,も皆さん知ってるのでタゲを何があるかなタチチツテトツと土蜘蛛土蜘蛛はもうなんかあのウォッチの方でも確か出てきたはず。うん そしてまたわからない感じが出てくる。なんだろうすごいわかんないや。えぇ、ー、主天童子か。ああつ、土雲は主天童子、討伐でも有名な、えー、源の、うん、<laughs> 源って呼んでいいのかどうかわかんなくなっちゃった。源の、 源の、なんじゃこいつ、名前が、頼光か <laughs>。源頼光一行によって討伐された雲の妖怪。<laughs> えー、鬼の、鬼の顔に長い手足を持ち、えー、糸を履いて人間を、がん、えー、人間を、まあ、取って食らうっていうやつらしいです。うん。 怖いな <laughs> まあなんだ古来の日本において天皇へ従わない土着の、えー、豪傑うんもうわかんねえやこれ <laughs> わーいすいません在か豪傑かよかった豪傑たちをえ下、ー、げむニュアンスを多分を多分に含んで えー、土蜘蛛と呼んでおり、これはたくさんの書物からも分かっている事実である。土蜘蛛という言葉も由来は土に。土に従って違うよね <laughs>。わあ<ー笑>、えー、土にうん。出てこなかった <laughs>。うん。まあ土に従ってってものかな？従側あ違うな。なそう。まあいいや。 まあ、なんだろう土ごもりから来てるらしいですスパイダーマンのあの雲とは無関係であることも知っておきたいではなぜ妖怪になってしまったのかといえばそんな単純でそんなのは単純で雲の妖怪にしちゃって討伐物語にしちゃった方が分かりやすいからであったのであろうと思われるまあなんだろう <laughs> 昔の人の生み出した妖怪 今だったら逆に猫を擬人化するっていうのはあった,んであるったりするけど昔は悪,悪者じゃなくて、えー、まあ罪人みたいな人たちをまあ妖怪とかにしたりしてそれをまあ倒したよ的な感じで。 やられたんですかねまあね相変わらず漢字読めなくてごめんなさい <laughs> でもまあまあまあこんな感じで紹介していこうかなとは思ってますうんまあ <laughs> 楽しみにというか私がちゃんと今度は調べてきてそいつらを わ、まあ、かりやすくっていうか、これと同じ感じで、まあ、紹介していこうかなとは思ってます。うーん、まあ、楽しい感じっていうか、そんな感じでやっていこうかなっては思ってますね。うん。ちょっとでも、なんだろう、興味持ってくれたらいいなとは思ってます。じゃあ、まあ、こんなん置いといて、<laughs> こんなん置いといてではないけど、 まあ漢字読めなかったから大事なのは本当すみません。で、ですよ。まあ、しかも余ってますし、曲の方はいきましょうか。曲、いきますよ。ガルニデリアで極楽浄土。まあ今さっきやった後なんでね。まあいい曲なんじゃないかなと思っております。探せない。<laughs> えーっと、あった。 じゃあ、もう一回、ガル、ガルネディ、ガ、ガル、ガルニデリアで極楽浄土です。どうぞお聴きください。 それでは、えー、終盤戦始まりました。まずメールアドレスから読んでいきますか。<laughs> なんでまあ置いたかって。それは突っ込まないでください。<laughs> それじゃ行きます。えー、っとメールアドレス 761-fmcoza.jp 761、アットマーク、fm, k o z a j p です。たくさんのメールをお待ちしております。あ、はあ。うん。じゃあ、行きますか。それでは、アニメ紹介。まあ、アニメ、ゲームなどの紹介をしていきます。今回紹介するアニメはですね、メカクシティアクターズです。まあ、どんなアニメかというと <laughs>、 ですねまあこれ多分目隠しあー違うや「かげろプロジェクト」全体のあらすじだと思うんですけどまあそれを読んでいきたいと思います第1章、えー、8, 月8月14日引きこもりの少青年木更木慎太郎はパソコンに住みつ椅子い住みついている <laughs> 電脳少女エネのいたずらのせいでマウスとキーボードにコーラーをかけて故障をさせてしまい替え,えの品を購入するためにやむを得ずエネと共に2年ぶりに外出する,のするが買い物に行った先のデパートで立てこもり事件に巻き込まれ人質となってしまう人質になった彼はエネを使いコンピューターをハッキングしてシャッターを開こうと考える すると隣にいた猫目の少年、カっこカノがもう少しで隙ができると言い、直後テロリストが混乱し始める。混乱の最中、自由になった慎太郎はエネをコンピューター室にハッキングさせ、シャッターを開かせるが、その直後慎太郎は銃声を聞き、意識が途絶えてしまう。翌日慎太郎は目隠し団という奇妙な団体のアジトで目覚める。 そこには妹である桃の姿があり、事件の顛末を聞かされることになる。っていうのがあれですね、えー、午前中、まあ違うとこの話、8月14日午前中、慎太郎の妹で人気アイドルの如木月木桃は、ファンの多い、ファンの人混みからの逃れた先で目隠し団の団長、木戸つぼみに味出会い。 アジトに連れれて行かれる目隠し団は目にまつわる能力を持つ人たちの集まりで間違いで連れてこられた着てものの自身,を自身の持つ目を奪うの能力に苦しんできた桃モモは能力の制御を身につけるため目隠し団に加わることを決意する目隠し団の少女小桜マリの不注意により桃モモの携帯電話が故障したため 木戸の目を隠す能力によって姿を隠して目隠し団全員で向かったデパートでたまたま事件に遭遇する。そしてももはそれぞれの能力を駆使した作戦を計画、提案、実行し事件を収束させた。っていうのが、えー、第一章のあらすじです。まあ、こんな感じですね。あらすじはすごいカミカミでしたが。<laughs> じゃあ、ええー、と、な自分もこの作品は見てましたね。うん。アニメの方で。まあ、メカクシティアクターズの方で見てました。でですね、録画でしたけど、録画で見てましたけど、まあ、なんでこんなね、前のやつ紹介してるかっていうとですね、まあ、これ、始まったのが、 えーっとですね、2014年4月が、えー、テレビアニメ「目隠しティアクターズ」が放送開始となった時です。ああ、ごめんなさい。えーで、ですね。まあ、やってるのにはちゃんと理由があります。はい。えー、かげろプロジェクトじゃない、目隠しティアクターズ2期が放送する。 らしいですなんかうん聞いた話っていうか調べた話だとまあいつからは自分は分かりませんけどもまあ確か前やったような気もするけどやってない気もするんでまあそのタイトル「メカクシティリロード」らしいですうん何か面白そうだなっていうのはありますよね自分実際1期目このメカクシティアクターズの方を見て 面白そう、面白いな、これ、と思って見てたんで、きっと面白いです、ニキ。たぶん、うん、絶対、たぶうん、きっと、おそらく、だんだん自信がなくなっていきますね。<laughs> で、冬には、なんか、映画やるっぽいですよ。うん。映画。映画のタイトルは、なんだっけ <laughs> あった、映画。映画ですね。 カゲローデイズ、インアデイズのタイトルで2016年11月4日公開予定らしいです。いやー、なんだろう。楽しそう。見たいけど、時間が合うかどうかわからない。<laughs> 時間が合うかどうかわかんない。で、なんか、えー、大会現実えー、っとね、えー、っとね、 漢字がまた出てくるんだなこれか漢字ね ARGARG っていう略称のやつで見ました <laughs> 今調べたえ大、ー、体現実ゲームもうなんか出てるっぽいですねでうんなんかね目隠し目隠し団ウォッチャーズ 消失少女創作大作戦リサーチファイルというロかげろプロジェクトを原案としたたい現実ゲームが2014年8月15日より行われた15日 <laughs> 8月15日へーそうなんだこれは自分知らなかったなやったんだなら見たかったなねやってみたかったなっていうね <laughs> まあ今やってるかどうかわかんないけど、まあ、とりあえずねじゃあその冬のやつねちょっとキャラクターだけ復習的なのしてきますかねやってこうじゃあナンバー1「起動から順にやっていきますか「9く」認識 9人だったと思うから確から確、えー、目隠し団団長を務める少女いつもイヤホンで音楽を聴いている基本的には音高だが個性的な団,体だ団員たちにをまとめるべく四苦八苦している目を隠す能力によって自分自身や、えー、周囲一定距離距離内の相対象物への認識をせ消せる ナンバー2、瀬戸。目隠し団に所属する、えー、青年、木戸、加納とは同じ孤児院の出身。商店街の花屋で働いており、その他にも交通整備、整理、えー、新聞配達などさまざまな仕事をしている。マリーを目隠し団に誘った張本人、放浪癖がある。目を盗む能力によって対象の情,情報を読み取ることができる。が、本人は、 意思疎通もせずに人の目を盗むうん、ね、盗むような嫌な能力だと嫌っており、えー、あ嫌いな能力かな嫌な能力かなまあいいかと嫌っておりめったに使わないなんかいい子なんですね瀬戸かの <laughs> ナンバースリ、えー目隠し団にし所属する少年青年だ青年つかみどころのない わーい、また感じだ。<laughs> わーい。ひょうひょうか、ひょうと、ひょうひょうとした生活を、性格をしており、いつも笑顔を絶やさない。マリーやモモをよくからかうため、本人たちから、本人だからはナンパだと思われがちだが、ここぞというときは頼られる。面を欺く能力を持っており、周りの人、周り、周りの自分に対する認識を、えー、変え、違う姿を見せることができる。 マリーナンバーフォ、えー目隠し団団,団員ナンバー4、えー、メデューサと人間のクオーターの少女目隠し団のアジトの一室で造花作りを内職生活しているが注入は微妙、えー、目を合わせる能力を所持しており対象者の目をと見ることで数分間動きを止めることができるでナンバー5モモナンバー5 えー、目隠し団団員ナンバー5、えー、巷で大人気のアイドル高校生高校1年生幼少幼少期に親お父親か父親と、えー、海水浴場で海水難事故に遭って以来興味関心などは人のわお難しい感じばっかり <laughs> 難しい感じばっかり思考か えー、関心など,など人の思考を無視して注目を集め、目を奪う能力を身につけている。えー、ファッションや味覚など独特のセンスを持っており、人と意見が合わないことも多々。すごい早口ですけどね。エネ、ナンバー6。目隠し団ナンバー6。天真爛漫な電子の少女。えー、慎太郎のパソコンに住み,、はい、あ住みついているでっか、住みついている。 電子機器であれば大体のものに侵入可能、慎太郎の嫌がることをすることに全力をかけている。かつては人間だったがある実験によって肉体を失い目が覚める、えー、能力によって不老不死の能力を身につけている。ナンバー7、慎太郎、引きこもりの青年、IQ168、中学、高校と全国模試トップクラスの成績を収めるが、親友の自殺により、えー、高校生、 高校一年の時に退学。以,が以後、えー、所有、所有 PC に侵入した謎のソフト、エネに手を焼く生活を送っている、桃の実の兄。ナンバー8、日比谷、えー。目隠し団団員ナンバー8。日和とともに街を訪れた少年。よく言えば大人びた。悪く言えば舐め行きな性格をしており、桃とは、桃とは言い争いが絶えない。 日和と共にあるの事件に巻き込まれるが一人だけ助かりそのその際目を凝らす能力が能力を手に入れるナンバー9この葉目隠し団ナン No.9 で呼んでいいのかなえ記憶喪失のせ年え日和の姉,の姉の姉の家で里子として暮らしている少年少年並みの 波の、えー、世間知らずでかなりマイペースだが近所の子供たちと野球をしたりと好奇心は仰せ人並み外れたどえ体力を持っているなんかすげえドンっていう音を立ててね下に何だろう着手する場面があったようななかったような綾野何も書かれていない <laughs> まあ確か綾野ちゃんも何かの ああれがあったはずどっかにないかなふ <laughs> ち,ちょっと頑張って探してみよう。あったあったあったあっ,った。ナンバー団員ナンバーゼロ。目をかける能力があります。えー、ケンチローっていうねこの作品に出てくる先生かなの娘で。えしんたとは中学時代からの同級生。真夏でもいつも赤いマフラーをしている。 いつも笑顔で明るく優しい少女だったが高校1年生の時に自殺してしまった誕生日は誕生日まで書かれてるから、まあ、誕生日は読まなくても大丈夫ですよねえ中学時代では中学時代ではテストでは満点を取ってい取ってしまいえ変化のない日々に飽き飽きしていた慎太郎にああびっくりしゃ、えー、積極的に話しかけて仲良くなる慎太郎と違いテストの成績はかなり低かった <laughs> えー、中,中学3年の時に頃に賢治郎の勤務する高校の文化祭で父の教え子の高根と知り合い後に入学しかも含め,含めて、えー、先輩と後輩の間柄になるまあこんな感じですねあとは日和紫恩賢治郎自分じゃないですよシオっつったって綾あざみ月彦などなど たくさんのねこのなんだろう登場人物がいますよねまあその一つ一人のキャラが濃くて自分はすごい好きですけどねで一番好きなキャラっていうか何ていうか登場人物はですね慎太郎狩 <laughs> 野瀬戸あとも,もちゃんですかねも,もちゃんに関してはねあの本当になんだろうこの子すごい独特でね <laughs> 何コーラーだったっけななんかすごいコーラーの名前があって。あ、おしるこコーラだ。<laughs> おしるこコーラー、ちょっと飲んでみたいなって思っちゃった頃ありましたね。<laughs> 作中に出てきますんで。ちょっと見てみたらいいと思います。あとはあの T シャツね。T シャツとかパーカーね。パーカー。あれほんとどこで買ってんだろうなっていう不思議がありますよね。<laughs> じゃあまあ、っていうか、そろそろですかね。じゃあ、ここらでエンディングいきますか。エンディング曲はですね、初音ミク、鏡がみねりん、めぐりねるか、カイト、めいこ、グミえー、カムイガいがくぽ、で、まあ、えー、クレイジーナイト、だったかな。 英語も読めない漢字もすごいなんだろう苦手っていう人ですけどもまあじゃあこいつらを後ろで流しながらやりますかねまあ、今週もこんな感じでやってまいりましたがどうでしたでしょうか自分はまあまあできた方かなとは思ってますけどねまあまあなんでできているようなできてないようなでも なんだ、カミとか、でも、とりあえず、話せたんで、自分の中ではまあ、30点くらいかな <laughs>。結構、結構低いですけど。まあ、久しぶりにラジオやるっていうのもあるんですけど、まあ、来週からは、ちゃんと来ます。はい。ごめんなさい。2回、もう、休んでしまい。でも、 まあねうん、今度からはちゃんとしたやつでやっていこうかなと思ってます。なんでしょう。まあ後ろで流れてクレイジーナイトなんですけどまあこいつから時々てかこの楽曲から時々なんだろういいセリフが浮かんで適当に何だっけ台本書いたりするんですけどねそれも進まないし まあ、ラジオ来てたらきっと何かいいことでもあるんじゃないかと思ってます。はい。まあ、なんでしょう。えー、まあ、とりあえずね、大変だったですけど、楽しかったです。うん。まあ、どうしようかな。でも、来週、そう、今週、本当は、まあ、聞これるなら来るって言ってたのに、ねえ、来ないから。 また一人っていうあれになっちゃいましたけど。でも、なんだろう、このテストが終わったら、クラスの人も、人っていうか、なんていうか、まあ、自分が誘ってる人なんですけど、その人も、ちょっと、行ってみたいっていうか、そういうのは言ってましたね。毎回は出れないけど、まあ、その子、すごい遠くに住んでてね <laughs>。でも、まあ、それはそれでしょうがないなと思ってますけどね。でも、それからも、なんだろう、ちょっとずつ、 でいいんでなんだろうなこの同級生とか下級生をちょっとずつなんだろう <laughs> おいでおいでしてまあそれでやっていけたらいいかなまだもうそれだったらねいい感じだとは思うんですけどね できたらいいののになこの <laughs> まあ自分がちゃんと下級生っていうかね何だろうこの後輩ちゃんとか後輩くんたちとお話できたらいいんですけどねまあこう見えてもコミショウなんでねうん <laughs> 絶対みんなコミショウに見えてないっていう <laughs> ツッコミ入ると思うけどまあすごいコミショウですよこれでもまあそれなんでね頑張って。 ちゃんと、なんだろう、誘えたらいいなって思ってます。誘えたら本当いいんですけどね <laughs>。誘えて、で、なんだろう、ここにもたくさんの人が溢れるようにやできたらいいな。まあ、それも兼ねて、4月ね、頑張んなきゃ。4月はもう、なんだろう、タイ,タイトルじゃなくて、まあ、考えてはいるんですけどね、ちゃんと。うん 勧誘劇っていうか、勧誘劇ですね。うん。勧誘劇っていうか、まあそういうのを考えではいるんですけどね。入ってきたらいいなと思ってます。てか、入ってこないと怖 <laughs> マジで、来年大会出れなくなっちゃう。それは嫌だ。今書いてるのに、大会の台本。<laughs> 書いてるし、もう、どこから、なんだろう、音響っていうか、音楽 もう提供、提供っていうかもう、なんだろう、ちょっとお借,りお借りしようかなっていうのも考えてるのに、入ってくれないとちょっと困るなっていう部分はあるから、まあ来年っていうか、4月は張り切っていかなきゃな。うん。校内で放送できたらいいんですけどね。今度、掛け合ってみようかな。校長先生にでも、あ、間違えたその前に、あれだ、ブコモンとちょっとお話ししようかなと思ってます。うん。 じゃないとね。ちょっときつい。<laughs> 3人はきつい。は、まあ、そんな感じで。ね。まあ、来週まではどうにか一人で持ちこたえて、再来週は人集めに走ろうかなと思ってます。うん。再来週じゃねえや。再来週まではまだテスト期間か確か。まあ。 そのタス、テ、タスト期間ってなんじゃろう、まあ、テスト期間でも、まあ、とりあえず来れるなら来てほしいなっていうのを言って回ってたらどうにかなりますかねはあ <laughs> テストか。まあ、テストは、やるところは頑張っていきましょうね。ということで、また来週お会いしましょう。それでは。